なんかビールみたいにいいよ。めっちゃ泡立てます。それは、うん、人が向けたんじゃないかなって思うような作品かなって思ったので、すごい姉妹でローザンヌ出場、素晴らしい。乾杯。はじめまして、今日はよろしくお願いしま す。じゃあこんな感じでちょっと無音なんですけど、はい、ということで今回も始まりました。今回が第5回目だったかな、はい、5回目ですね。第5回目となってまいりました。お酒を飲みながら、美味しいご飯を食べながら、ゆるゆると、ゲストの方について投稿させていただくという、企画でございます。前回はですね、東京シティバレエ団の正田彩香さんに、お越しくださいまして、今回もですね、同じバレエ団の東京シティバレエ団の上田ほのかさんに来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。もう本当に、今回も初めましてということで、はい、ちょっと緊張しておりますが、ちょっとあのほのかさんについていろいろお話を聞かせていただきたいと思います。はい、はい、ということで、ちょっとあのちょっと話しながら食べるの難しいので、さっきちょっと食べましょうか。はい、いただきます。こちらが何やったっけな、お肉、お肉ですね。こちらがハムチーズ、はい、はい、いただきます。はい、今回はですね、何だったっけ、これトルティーヤ、はい、いただきます。いただきます。ほのかさんはとご出身はどこですか？埼玉です。あ、埼玉なんですか？うん、関東ですね。関東。生まれが埼玉で、うん、はい、中学卒業するまでは茨城にいたんですけど、うん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 、そこで留学を機に家族みんな埼玉に行ったので、帰ってきたら埼玉だったとかですね。なるほど。じゃあ今はご実家から通われてるんですか？はい、あ、いいですね。ほのかさんは何歳ぐらいの時からバレエを？4歳から、うん、初めて。それはもう覚えてありますか？私あの姉がいるんですけど、送り迎えしてるうちにおいでみたいな感じで言われて、うん、でもそれ 2,3 歳だったと思うんですけど、うん、あのレオタードを着させられると恥ずかしくて、あの、もう恥ずかしくて、やだ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 、脱いじゃうんです、そこで。珍しい。無理みたいな感じで、何度か挑戦したんですけど、母が言うには何度か挑戦して、でもやっぱダメで、である時4歳になった時ぐらいに、偶然あのバレリーナの酒井花さんの告知を見たのがきっかけで、多分そこでなんかもう惹かれたんですかね。もうすごいわーってなって、もうわーってなって、そこからちゃんと始めました、バレエやるってなって。すごい未だに光景が残ってます、あの黒鳥の高井花さんの、白鳥じゃなくて黒鳥って。そこ黒鳥、そっちにそっちだった。でもうそっから、だからもう洋服とかも、うん、割と可愛いなんかピンクとかブリブリを着せられてたのがもう嫌だってなって、すごい真っ黒を選ぶようになって、黒鳥だけに。そうなんです。いやー、そうなんですね。コンクールとかは出始めるようになったのは何歳ぐらいの時ですか？小学校5、6年生とかですかね。どうでした、コンクール？コンクール時代。もうあんまり好きじゃないです。大変でしたよね。うん、ね、いや、何ですかね、あの切迫感次第で。ね、確かに、あの場当たりとか、ほのかさんの時もあれですか？あの50人ぐらい、50人100人が一気に集まって、あの袖から見て、あそこに行って、あそこに行って。うん、はい、いいですみたいな。やりに行かない。先生に怒られる。先生ちゃんとやりに行きなさい。関西の人はすごいので、もうすごいんですよ。みんなもう、そうですよね、もう突っ込んでいくぐらいの勢いなんですけど、うん、幼少期のほのかさんはちょっと気が弱い、弱めの、弱いっていうか、そう、うん、そうですね。うん、
なんかそこから今プロとしてやられてるじゃないですか、うん、こうメンタルの持っていき方とかなんかちょっと変わりました。私でも留学の時に本当にあんまりこうメンタルが良くなくて、そっから日本に帰ってきてちょっとずつ変わってきましたね。それは何かのきっかけで留学されることになったんですか？ローザンヌのコンクールに出たきっかけでスカラシップを向こうでいただいて、でドイツのマンハイムに留学したんですけど、日本からローザンヌに行かれたんですか？そうです。あ、そうなんですね、はい、それは海外が初めてです。ほのかさんお一人で行かれたんですか？いや、それも姉と一緒に、うん、あ、お姉様も一緒に。そうなんです、姉妹で一緒に行けてしまったので。すごい、姉妹でローザンヌ出場、素晴らしい。そうなんですよね、たまたま行けたんですけど。すごい。ローザンヌってあの予選が書類審査ですか？あ、そうです。で書類とビデオ審査があって、それを送って で受かったらいける。で準決戦決戦ってあるんですか？準決戦決戦ってあって、私は準決戦までだったんですけど、準決戦までだった人でもなんかワークショップみたいなのがあって、そこでいろんな方がディレクターとか、まあ、見てくださって、バレエ学校とかのスカラシップいただいたりとかできるチャンスがあったんで、そこで。ちなみにお姉さんは？はい、姉もポルトガルに留学しました。姉妹2人とも。そうでしたね、2人でずっとやってますね。すごい。お姉さんも今現役？今バレエ団は辞めてるんですけど、普通にショーダンサーとしてとか。あ、そんなんですね。バレエ踊りながらも。じゃあほのかさんがスカラシップを受賞された時っておいくつの時でした？15歳でしたね。はい。じゃあその後15歳で、ドイツに行かれたんですか？はい、もう2月にそのコンクールがあったので、はい、そのもう夏には行って、ドイツに行って。でも何も知らなかったんで、怖いもの知らずというか、まあそうですよね、学生の時って、とりあえず与えられたところに行くっていう感じでしたもん。みんなでも家族とか心配しましたけど、一緒に行くって言われたんですけど、全然一人で行くみたいな、本当に何にも知らない。バレエ学校時代のスケジュールというか、なんかどういうカリキュラムやったんですか？私が行ってからクラス決めがあって、でそこであの4年生まで あって、もう一つ5年生っていうのが研修生っていうあの部類なんですけど、私が入ったの4年生に入れてもらって、そこでは一通りクラスレッスンが朝からあって、そこから曜日によってパドゥドゥとか、あとスパニッシュダンスとか。あ、スパニッシュダンスとかあったんですか？ありました。すごい。なんかあれですか、あの長いスカートつけて、あの黒いヒール履いてみたいな。黒いヒール履いてずっとタタタタタタタ。やってみたい。すごい楽しそう。経験は本当に向こうでできて、あとインプロだったりモダンだったりですかね。そう、他のクラスとかキャラクターとか、あと解剖学とかも勉強できたりしたんですけど。その辺もやるんですか？そうです。英語でやるんですか？だと思います。多分私が受けてないんですけど、そういうのもあったりとかして。なんかさっきあの留学時代に辛くてっていうふうにおっしゃってたんですけど、そうですね、本当は1年のスカラシップだったんで、まあ、1年で帰る予定でずっといたんですけど、なんかもう行って割とすぐにもう1年のスカラシップいただいて。あ、すごい。そうで、いただいて、まあ、みんなすごいって言うから、やっぱなんか、あ、すごいんだみたいな、やらなきゃいけないっていう方になっちゃったんですよ、私は。バレエできてすごい嬉しいし、いろいろ学べるっていうことと同じぐらいすごい孤独感があって。でまたその2年目も楽しくはいたんですけど、でも帰りたいがちょっとあって、そしたらそこのマンハイムの校長先生が
バレエ団のディレクターでもあったので、はい、そこで、うん、バレエ団に来ないかってお誘いいただいて、うん、そこからドイツのバレエ団に、そこから入って、だからあのマンハイムのバレエ団に、マンハイムからカールスルエ州立バレエ団というところに、あそこつながってるんですね。そうなんです、そうなんですね。学校から、うん、そうですね、ディレクターと校長先生が一緒の方だったんで、そこでバレエ団に入らないかって声かけられるってなかなかないじゃないですか。そうですね、ほのかさんだけじゃないですか。ですよね、すごい。いやでも、何人かと一緒に入ったんですけど、それはバレエ団では何年されてるんですか？2年間、はい、日本、その時はもう日本帰りたいとかはなかったですか？いや、ずっとありました。ずっとあって、それはとても楽しかったんですけど、友達とかもいいし、同じバレエダンサーから本当に受ける刺激はもう宝物ですし、本当にいい経験をしたんですけど、環境というか雰囲気とかそういうのが嫌やったんですかね、ほのかさん的には。いや、私本当になんか人、街の人とかの、なんだろう、そのはっきりした感じとかがダメだったんですよね、ずっと。結構当たり前なんですけど、そうなんですけど、そういうのを受けるとなんかもう無理ってなっちゃう。超弱いんです。でも、分かります。そこでいろいろ心はやられてて、怖いがすごいちょっとあって、で、ちょっと病気みたいな感じになっちゃったんですよね、それはもう向こうにいる間に、ですね、ちょっとそう摂食障害な感じで、ちょっとそうおかしくなってたんで、そこでもう誰にも相談しないで、やめますって言って、やめさせてくださいって感じになって、もうやめますって言ってすぐもう日本に帰国されたんですか？はい、帰ってきました。本当にバレーやめる、もうやめようと思って。嫌になりました、バレー。バレーが嫌になるというか、バレーをやる、なんだろう、いい精神状態、強いメンタル持ってないなと思って、持ってないとかと、そう、これはダメだと思って、だけどそう、スタジオの通ってたスタジオ の, バレエ教室にちょっと泊まり込みで来なさいって、舞台出てほしいから来なさいって言ってもらえたので、ただ先生にはバレエやめるとは言ってなかったので、言えない感じでずっとでもいて、言いづらいですよね、なかなか ね、ここまでやってきてしまうと逆にね、でもやっぱ踊らせてもらってから楽しいなって思って、日本でそのちっちゃかった頃みんなと踊ってて楽しかった記憶を取り戻した感じでしたね。蘇ってきて、それで、あ、日本のバレエ団を受けようかなっていう風になったんですか？そうですね、なんかそれもシティは、私小さい頃一回だけ舞台に出させていただいたことがあって、子役として。そうなんです、子役で出てたんで、それでなんか楽しかったというか、いい雰囲気、温かかったなと思って、そこだけちょっと受けに行こうと思って受けてみたのがそうですね。今何年目ですか？9年目。長い。だいぶ。ほのかさんはソリストということで、はい、なんか最近踊られた、なんて言うんでしょ う, こう印象深い役とかってありますか？一番最近ですと、ちょうど1ヶ月ぐらい前に、眠れる森の美女のリラの背を踊りました。背高い、ね、背高い人ぴったりの役ですよね、リラの背。ラリッサ・レジュニナさんが来てくださって教わったんですけど、いろいろ教わったんですけど、それが本当に勉強になりましたね。普段はあれですか、バレエ団のミストレス先生とかが指導してくださって。ここではそう、眠りの時はゲストの先生が来てくださって、1週間ぐらい
見ていただいたんですよね、うんうん、それはあれですか、そのマリロシアバージョンの眠りだったからってことですか。そうですね、ロシアのだから全部注意とかもロシアなんですけど、うん、そのラリサ先生はちゃんと踊り手を見ていろいろ言い方を変えてくださって、そのあなたにはこうした方がいいとか、うん、そうしっかりこうダンサーを一人ずつ見て言ってくださったなと思って、そう、それがすごいありがたいというか、うん、ロシアバレエをこう押し付けるって感じじゃなく、なんか、ね、結構ありますね、やっぱ ありますね、骨格も違うから、うんうんうん、まあ、諦めてる部分もあると思うんですけどそこでもやっぱなんか、うん、しっかりと優しく教えてくださって、全然飲んでないですね、すいません、はいはい、ちょっと飲みましょう、乾杯あの乾杯するの焦ってた、乾杯もう終盤で入団されてもう9年目ということで、今日その9年目の中で一番やって楽しかった役というか、そういうのってあります、何か。あります。2022年にトリプルビルをやった時があって、うん、そこでウィンドゲームズっていうパトリック・ドバナさんっていう方の振り付けで踊ったんですけど、その時に初めてその創作バレエで、主役というかソリストとして踊らせていただいた作品で、それはもともとずっと前からやる予定だったんですけど、コロナの前に来てくださって、うん、振り付けをしてくださってメンバーに選ばれて、うん、っていう感じでリハーサルしてたんですけど、うん、そこからやっぱコロナになってしまったので延期になってしまって、もともとはオルガ・セミオノワさんとかが踊りに来てくださるはずだったところの役を、コロナ中で来れないってことで、うんうん、急遽私がこの位置 の役を踊らせていただくことがあって、うん、それはものすごく私の多分人生の中でバレエ人生の中で大きいことでしたね、うん、それはどういう作品だったんですか。ちょっとネオクラシックっぽい。ネオクラシックでした、うん、チャイコフスキーのバイオリン協奏曲、うん、それを全部使って踊るんですけど、そうなかなかハードでものすごい、多分一番ハードでシューズなんですけど、うん、あ、シューズなんですね。シューズなんですけど、もうフルパワーでこう男のように踊れって言われて、そう、女性になるなって言われて、うん、それがものすごく疲れたんですけどものすごいなんか自分を高められた作品だったなって思います。それは精神的に変わったきっかけになりました。なんかもう本当に精神論をなんかこうぶつけてくださる方だったんで、踊りを通してそれを教わるみたいな、どこをどういう風にとか、アンディオールとかもっと回れとかっていう、そういう注意じゃなくて、もっと内から出せみたいな感じで、それがやっぱり垢抜けたかどうかわからないんですけど、自分の中では本当に一皮抜けたんじゃないかなって思うような作品でした。気持ち的なところでもちょっと強くなったというか、そうですね、本当になんか性格はもう変えられないと思うんですけど、それをなんかいい風にこう転換とか、していくことができるようになった作品かなって、で今は、次の7月の新作ですか、コッペリア。違います。あ、違うんですね。じゃあ再演ということで。そうです。旅公演でコッペリアをやってるので。あ、そうなんですか。です。え、旅公演ってその学校公演、学校公演っていうことですか。あ、学校公演。さっき聞いてたんですけど、東京埼玉の学校に行かれたり、うんね、石川県に、石川県だったり四国だったり、沖縄とか行ったり、沖縄いいな、島の方とかに行ったりしてましたね。
ちょっと今日は話しすぎて全然ごめんなさい、あの全然食べられなくて全然飲めなくてすいません、なんか申し訳ないです。まあちょっと楽しくお話しさせていただいたところでですね、この企画はですね、ゲストの方に次の、ゲストの方を呼んでいただくという、企画となっておりまして、ちょっとまあリレー形式という感じなんですが、ほのかちゃん次の方はお決めでしょうか。はい、はい、どうだったでしょうか。井上バレエ団の阿部みどりさんという方です。はい、はい、ありがとうございます。どうでしょうか、お電話してもらえそうでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、あ、じゃあちょっとご出演いただけるかちょっと聞かせていただきたいと思います。もしもし。あ、もしもし、みどりさん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。こんにちは。こんにちは、すいません、今ちあこチャンネルの撮影中なんですけど。はい、はじめまして、みどりさん。はじめまして。本田千秋と申します。あ、そうです。阿部みどりです。ですね、みどりさん。次回、ちあこチャンネルのゲストとしてご出演してくれるかな。いいと思う。みどりさん、ありがとうございました。次回お待ちしております。ありがとうございます。はい、楽しみにしております。こちらこそです。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。素晴らしい。もう皆さんすごく、あの素敵です。急に打ち合わせも何もしてないのに、あの言ってくださって嬉しい。はい、ということで、次回のゲストはですね、井上バレエ団の阿部みどりさんということで、また次回も楽しみにしていただけたら嬉しいです。ほのかさん、今日はお越しいただきましてありがとうございました。ちょっと引き続き宴を、はい、楽しみましょう。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。今回お越しくださったほのかさんに、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。